こんにちは、食事で結果を出す専門家柏原幸男です。栄養が吸収代謝できるそんな体を作るための、重要なポイントがまず消化を良くする胃の働きというのがあったんですけども、その次のプロセスとしては腸が、きちっと吸収できるかですね。栄養はほとんど腸から吸収されているんですけども、この腸は栄養素の入り口ですね。体にとって栄養が入ってくる一番のこう入り口になります。なのでこの腸の状態がどうであるか、まあ、これを腸内環境という表現をした方が分かりやすいかもしれません。腸内環境がいいか悪いかということが、その、食べ物の吸収にも大きく関わってきます。で、腸内環境がいいかどうかというのは腸の中の、善玉菌と悪玉菌、腸内細菌のバランスが重要になってきまして、この両方がいいバランスを保っていることなんですね。悪玉菌が多くなってくると食べたものが腸の中で腐敗したりとか悪い反応をして、腸内環境が悪くなりますが、善玉菌が多いと、こういった、腸の中の状態が良くなり、その結果として栄養の吸収も良くなるという、そんな連動があります。で、この腸内細菌がどんな状態であるかというのは、一つそれを測る指標は便を見るということになるんですけれども、便の状態がどうであるかですね。で、その腸内環境を良くする方法としては、毎日この食べたものが通過していく途中にある腸、腸内環境を良くするのはですね、とにかくこの通過してくる食べ物に影響されるというところがあります。一つこの腸内環境を良くするのに、適度な食物繊維を摂るということが重要になってきますが、この食物繊維も、野菜由来ではなく穀物由来の方が成長作用が高いというのがあります。で、もう一つ重要なポイントはですね、ただ食物繊維を入れるだけではダメで、重要なことはですね、消化のうまくいってないものが腸に入ってくる状態が良くないわけです。未消化の食べ物が腸に入ってくると、これは、腸内環境が悪くなりやすいんですね。食べ物が腐敗しやすかったりします。ということで、なんで未消化のものが来るのというと、胃の状態が悪くて胃の働きが悪い、胃酸が少なかったりすると消化がうまくいかないまま食べ物が送られてくるので、未消化物が来るというのがあるんですが、もう一つはですね、胃の前の口ですね、口でちゃんと咀嚼をして細かくしたものを胃に送って、そうすると消化はしやすいわけです。で、その状態で食べ物が送られてくると腸内環境が良くなる。腸内環境が悪い人にすごく多い傾向は、早食いで噛まずに食べ物をバンバン入れてる人なので、食べ方がすごく重要になってくるというのがあります。で、もう一つは食べ物の種類なんですけれども、消化吸収に時間がかかる種類というのがあるんですね。で、これが、油の多いもの、あと動物性のタンパク質が多い食事はかなりこの消化吸収の時間がかかるということで、胃腸の滞在時間が長くなるんですね。この中に長くとどまる傾向のものが多いと、これは腸内環境が悪くなりやすいということがありまして、おかずを増やしてご飯が少ない食事でおかずが増えていくと、どうしても腸内環境が悪くなりやすいというのがあります。ですので、おかずをちょっと控えてご飯主体のお食事にすると、まず、胃腸の中の滞在時間が短くなるので、悪い発酵腐敗などが起こりにくい。それをもう一つは、よく噛んで食べることによって腸内環境の改善を図るということで、腸がいい状態になると栄養の吸収も良くなり、そして、腸内環境が良くなるという、そんな、変化が期待できると思います。ぜひ心がけてみてください。ありがとうございます。また見てください。チャンネル登録はこちらです。